URL の写真。彼女がパソコンを購入して、俺自身ネットをちょっとかじった程度でしたが、優越感に浸るため、面白い画像などをメッセンジャーで貼り付けて楽しんでいました。彼女にも検索の仕方やコピペの仕方など、ちょうどいい機会だったので教えていました。そして、岡板の心霊写真のスレを紹介した時のことでした。彼女が怖がるのを面白がって貼り付けていると、仕返しとばかりに彼女も貼り付けてきました。俺はすべて見た後だったので、別段驚くこともなかったのですが、外出などとは恥ずかしくて言えないので、驚いたふりをしていました。心霊写真のスレには、時たまおかしな画像が貼られ、削除されることがあります。その時見ていたスレにも、そういったものがありました。そんなやりとりを繰り返していると、彼女が何気なく貼った URL の列板が、削除済みのものであることに気がつきました。岡板を覗いてはいるものの、そういった類のものは信じないたちなので、何気なくクリックしてしまいました。それが間違いでした。その写真には、顔から上が写っていない女性と、後ろには民家の壁らしきものが写っていました。問題なのは、その壁でした。合成でもしたかのような、絵でもなく、人間そのものでもない。壁にべったりと張り付いた、もう一人の女性でした。立体感は全くなく、かといって描かれたようなものでもない。見た瞬間、すぐわかりました。これはまずいものだと。しかし、やばいと思った瞬間にはすでに、部屋に強烈な存在感が漂っていました。ノートパソコンをベッドの上で操作していた俺は、彼女に、やばい、パソコンを切れ、早く、とメッセンジャーで伝えて、すぐ電源を落としました。外界からのつながりを断たれ、耐えきれないほどの恐怖が押し寄せてきました。まずい。これは命に関わるぞ。間違いない。布団からそっと覗くと、壁には先ほどの写真に写っていた女性が、べったりと写り込んでいました。嫌だ。死にたくない。そんなことばかり考えていました。どれくらいの時間が経ったでしょうか。だんだんと息が苦しくなって、いよいよ終わりかと思いました。やだ、殺されてたまるか。そう思った俺は、思い切って起き上がって、ふざけるな、と叫んだところで目が覚めました。なんだ、夢だったのか、と思うところでしょうが、すぐそれの強烈な存在感に気がつきました。今度は体が動きません。ダメか、もう終わりか。するとすっと体が軽くなりました。今度こそ本当に、夢から抜け出した。どうやら布団に潜っていたのが原因で酸欠状態だったようでした。慌ててパソコンを起動して、
ですがやはり削除されているのを確認して、胸を撫で下ろしました。新着のレスのチェックをしていました。ある URL をクリックすると、彼女と彼女の家の塀にべったりとくっついたあの女性が映っていました。池に落とした携帯電話。先月同窓会があって、そこで思い出した中3の時の夏期講習帰りの夜のこと。自転車で急いでいて、人通りがない山を通る近道を行ったら、途中でこけてしまって、携帯を池に落とした。怪我もして歩いて帰ったからか、家に着いたのが、やたら遅かった気がする。次の日が休みだったんで、新しいのを買って、アドレスをみんなに送ったら、同じ部活の A から。昨日の夜の電話の、助けてって何？いたずらだったの？ってメールが来た。でも、電話なんかしていないし、転んで膝すりむいた時には、携帯はすでに池の中だったから、A に電話をして、電話なんかかけてへんし、寝ぼけていたんやろって感じで言ったら、そのうち喧嘩になってしまって。結局、明日塾で着歴見せるから、お前の番号があったら土下座しろよって言われた。次の日塾で A に携帯を見せるように言ったら、は？なんでお前に見せなあかんねんって真顔で言われてイラッとして、お前が意味わからんこと言って切れ出したんやんけって言っても、何のこと、意味わからんのも切れてんのもお前やろって言い返されて話が通じなかった。しかも A が言うには、その日起きたら携帯が壊れて使えなくなっていたらしい。授業中ずっとムカついていて、もしかしたらからかわれているのかもしれないなって思うと、さらに腹が立ったが、夏期講習が終われば、もともと学校のクラスも違うし、部活も引退していたから、そのまま卒業まで喋ることもなかった。ただその日の一週間後に、携帯が変わっていたから、壊れたというのは本当だと思う。A はその後九州に引っ越ししたらしくて、同窓会には来ておらず、また A の連絡先を知っている奴がいないので、このことを確認できずに、今でもずっともやもやしている。懐かしい記憶。高校生の時のすごく不思議な体験。俺と友達の T はすごいオカルトが好きで、学校を抜け出してはよく心霊スポットに行ったりしていた。ある日いつものように学校を抜け出して心霊スポットに行こうってことになった。その日行ったところは神社が密集しているような地域で、下町情緒あふれるレトロな商店街みたいなところだった。そこにもう営業していない銭湯があって、でっかい煙突が立っていた。俺はテンションが上がって、でかいなぁなんて叫んでた。でも T は煙突を眺めたままぼーっと立ってた。具合でも悪いのか？そう思って顔を覗き込んだら、なんか知らないけど、ボロボロ泣いてた。びっくりして、どうした？具合でも悪いのか？と聞くと、いや、なんかすごく懐かしい気がする、と一言。もちろん二人とも来たこともない場所。
不思議だったけど、まあ神社を探すかって歩いていたら、また T が。多分ここ、右に曲がると土俵があるよ、って言ってきた。俺は、あるわけないよ、土俵なんて。とか言って曲がったら、小屋みたいなのが立ってた。小屋に近づいて中を見てみると、T が言った通り、かなり古びた土俵があった。その日はなんだか怖くなって、すぐ帰った。今思い出しても、すごく不思議な話。